1965年撮影キャンプハロウェイは1962年から1970年代前半まで南ベトナムの中部高原の都市プレークに存在したアメリカ陸軍のヘリコプター基地。基地の標高は約760メートルであった。基地の名は1962年12月に第81輸送中大発の戦死者となった。 CH-21 ヘリコプターのパイロット、チャールズ・ハロウェイ順位にちなんで1963年に付けられた。第81輸送中隊は1963年に UH-1 ヘリコプターを再配備し、有名な第119攻撃ヘリコプター中隊となった。そして基地は最終的に第1航空旅団、第17戦闘航空隊例下の 第52戦闘飛行大隊司令部を収容するため、拡張された。最盛期には、UH-1 攻撃ヘリコプター2個中隊、CH-47 中隊、O-1 偵察機中隊、CH-54 中隊、そして他の支援部隊の拠点となった。1965年2月7日、早朝、南ベトナム解放民族戦線による攻撃で、 8人が、戦死108人が負傷、航空機18機が破壊された。この攻撃は北ベトナムの首都ハノイに、ソ連のアレクセイコスイギン首相が訪問している最中、またチェスター・クーパーとマクジョージ・バンディ大統領補佐官が、アメリカの調査団として、南ベトナムの首都サイゴンに到着した翌朝の出来事であったため、アメリカはこれを、北ベトナム政府からの挑発であると受け取り、 リンドン・ジョンソン米大統領が北爆を決断するきっかけとなった。しかし、当時のベトナム側は前線部隊と司令部が綿密に連携するための通信能力を持っておらず、この攻撃は第五軍管区の一指揮官が独自判断で行ったわずか30名での攻撃に過ぎなかった。1997年に初めて当時の関係者たちが集まった会議にて、 当時同第五軍管区にいたダンブー・ヒエップ将軍は、バンディ副大統領が最後に来ていたことどころか、ハノイに、コスイギン首相が来ていたことすら当時は知らず、ブレイク、攻撃自体ほとんど忘れかけていたレベルの些細な事件だったと証言。チェスター・クーパーは、その事実に大きな衝撃を受けたという、ありがとうございます。